はい、どうも皆さんこんにちは、ウケトです。クリス・ライルスやっていきます。はい、ということでね、今回はちょっとね、戦力強化をねしていけたらなと思っています。はい、まあ今の俺の拠点はね、まあちょっと戦力不足なんで、まあワイバーンはいるけど、そのワイバーンもね、まあそんな強くないので、まあなのでね、まあ今後を左右する、まあちょっと強いね肉食恐竜、大型の肉食恐竜を今回はテーマしたいなと思っていますので、早速やっていきます。はい、こいつだ。はい、ティラノサウルスレベル145レベル、こいつをテーマしていきたいなと思います。うん、まあ、やっぱね、王道の強さのティラノ、こいつがいることでもう戦力強化間違いなしということで、早速やっていくか。邪魔だなお前。ユタラプトルを処理っておいて、で周り確認して、危険なやつはいないかな、いないから、じゃあ罠作っていきますか。ちょ、近いな、近いんですね。今ちょっと急に作っちゃったから、角度とか全然合わさってないけど大丈夫かな。いい感じじゃない。はい、吠えます。ちょっとだ、あーっと、これはいったか、バカめで、ここだな、若干めり込むようにやると OK。 はっ、えい、あーちょっと空間空きすぎた。まあでも OKOK。まあこの罠が安定するな、やっぱ。よーし、じゃあとりあえず撃っていくか。そういえばクロスボウ、動画外でなんかちょっと近くにアルファラプトルがいたんで、まあ近くというか、緑オベリスクの近くにユタラプトルがいたんで、倒しておきました。うん。そしたら、まあクロスボウゲットしたと。よし、逃げ始めたな。そしてこの虫眼鏡ですよ。体力5500か。気絶地まだまだだな。まだまだなのに逃げてんのか。まあまあ、いや、どんどん撃っていこう。そう、この虫眼鏡がねめっちゃ使えるんですよ。やっぱテイムするとき、やっぱテイムボーナス間違えて気絶する瞬間に麻酔矢を打ってテイムボーナス下がるってことはあってはならないんで、やっぱそのための虫眼鏡ですね。上が気絶地、うるさいうるさいで、下が体力いった、反抗期か。よし、寝たな。オッケーオッケー。ステータスはこんな感じ。よし、じゃあとりあえず、まあティラノはね結構放置しても大丈夫なんで、ほらこの気絶地のヘリ、こいつそんな速くないんで、まあちょっと放置して、でもう一体ちょっと狙っている肉食がいるんで、まあちょっとそいつセームしに行きましょうか。はい、いました。あちらですね。スピノサウルス、レベル150。真っ黒。まあ、頬は緑色だけど、まあ、体が真っ黒っていうのは結構かっこいい。うん。ということでね、こいつもテイムしたい。まあ、ティラノとスピノが揃ったらもう、大体の敵は勝てるから。あ、なんで、早速、まあ、ちょっと罠作っていきますか。よし、できた。あ、すごい勢いで来てる。痛い。よし、バカがよ。あ、あ、痛い。ちょ、ちょ、ま、ちょ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 、危ない、危ない。危ないっすね。あー、埋まっちゃった。
ちょっと待って。待て。ピクッと。ちょっと待って。回収したい。危ない。よし、OK。もうちょっと幅を狭くしないといけないか。まあ、こんなこともあろうかと俺もう一個タラパスに持ってきてます。圧倒的準備の良さ。まあ、とはいえね、今の俺もそんな資材が豊富にあるわけじゃないから。あ、やっべ。何よちよち来てこれめっちゃ罠に殺意持ってんだよ。よし、いける。次こそもうちょい幅を持たせて、ここか。いい感じじゃない。ちょっと幅が大きい気がするけど、あー大丈夫そうかな。もうあーちょっとまずいな。もう一個ぐらい金属ゲート作ってくればよかったな。そこちょっと考えてなかった。よし、OK だな。逃げられない。気絶値が8000か。まあやっぱティラノと比べると低いやん。体力5300って高くね。スピノって結構あれ体力低いんだけど、ちょっと待って、ちょっと調べるわ。あれめっちゃ高えわ。あれ調べたらなんか3640がなんか平均なんだけど、こいつ5300あるって。マジ1300めっちゃ高えじゃん。やば。ちょっと待って、不穏な動きすんな。あ、寝た。よし、寝たな。こいつはなかなか気絶値の減りが早いから、ちょっと待って、ステータス見せて。あ、やっぱ5300だ。いいじゃん。体力あれ攻撃力だって200で普通だし、気絶値の減りが早いから、一旦ティラノのところに戻って。あー、いた。そこまで距離が離れていないから、まあ大丈夫だと思うけど。そんな気絶値は減ってないと思うけど、て全然減ってねえだろうけどさ。ほら全然減ってねえ。あー、これぐらい時間経ってまだまだだから、まあ一応15個だけちょっと節約しながら15個入れて、先にスピノのテームに行った方が早いな。黒くてかっけえな。めっちゃかっけえ。食料値が6000ぐらいになったら食べさせようかな。それまではちょっと待ってるか。ああ、もう大体減ったな。どれくらい食料値減った？ああ、5000いってるから、まあちょっと気休め程度に30個与えて、お前だ。今夜は鶏肉。はい。11個。よし、来た。1個で 17% か。まあこれでいけるだろう。よし、きた。スピノサウルス無事テーム完了。ちょっとお前待ってて、このちょっとティラノ見ていかないと。どう？え、余裕だな。ティラノってほんと回復が遅いんだな。まあいいや、もうこれぐらい減ればテイムできるはずだから。
エコで20数%。オッケー。ティラノサウルス、タイム完了。オッケー。ステータスはこんな感じですね。体力じゃねえや。攻撃めっちゃ伸びたな。440。モラシングルプレイヤー設定をオンにしてるので、まあ公式でやってる人とは、まあ命令の伸びが違うと。うん、よし。ステータスは体力7200。スピノにしてはだいぶ高いステータスなの。そういえばサドル作ってきてたんだった。おお、これ、結構いいな。ま、あれ、色がかっこいいスピノで体力が高い個体ってなかなかちょっとめっちゃ嬉しいわ。こいつとは長い付き合いになりそうだ。うん。いくぜ。ほら、落ちろ、ボケ。落ちなさい。ちょっと待って。よいしょ。あいっちゃ。ティラノサボるな。いいぞ。いいぞ、俺たちならいける。オッケー、ナイス。ふう、なかなか削られたっていうか、多分俺の落下ダメージでだいぶ削られたんだろうな。とどめティラノが刺したのかな。そう考えたらティラノのレベルがだいぶ上がったはず。めっちゃ上がってるわ。で、手に入れたらガタガタか。もうちょっといいやつくれればいいのに。一部聞こえる167だから、まあまだこっちの方がいいか。オッケー。だからアルファカルノをね、沈めれるぐらいの火力にはなった。うん、スピノサウルス135。トサカの色がかっこいい。でボディは黒だけど腹周りがオレンジ。うわ、欲しい。動画外でテイムしとこう。ちなみに、俺、テイムしたら、あ、メスだ。お、オス、おー、やるっきゃないね。これはやることやってもらわないと困るわ。うん。まあ、後で動画外でテイムしておきます。うん。バリオニクス140度。まあ、バリオニクスはもう動画でやらなくていいか。もう正直、スピノとかもテイムしちゃったし。まあ気が向いたら動画かな。よっしゃい。全然よこさねえな、お前。クロスは全くよこさんかったな。まあいいや。ついでに剥製取るか。あれ、俺、動画外で、エクスティンクション行ってきて、はい、エングラムをね、取ってきました。うん。まあなのでね。まあ現地でこの剥製刀を作ることができる。白くてかっけえな。アルファ種って結構いい色が多いんだよな。やったぜ。よし、まあとりあえず3体アルファユタラプトル倒したけど、誰もクロスボウ落とさんかったな。アルファユタラプトルも一応落としたはずなんだけど、まあいいや。とりあえず討伐できたんで帰りましょう。なんか普通に歩いてる人いる。鮮やかトロピオグナトス。なーに普通に歩いてんだ。不思議なやつだな。はい。というわけで今回は、ティラノサウルスとスピノサウルス。こちらをね、無事テイムすることができました。いや、よかった。とりあえずこれでね、戦力がね、大幅にアップしました。うん。まあ、ワイバーンいるとはいえ、まあ、通常のワイバーンに比べても戦闘力がね、あんまないんで、まあこれでね、森には怖いものなしですよ。うん。で、ティラノなんですけど、まあ本来ならボス戦に使える子なんですけど、まあ今回ここのボスは、あれ、
なんかモスコット俺の家に侵入してんな何普通に侵入しとんねん。あ、空き巣かお前。まあいいや。で、まあ、今回のボスはワイバーンなんで、うん、そう考えるとティラノ使えるかどうか分かんないですけど、まあでもね、でこいつらこの2人色合い似てんな色合いが似てるな。なんかこの真ん中部分が黄緑な部分がちょっと似てるなお前と。うん、似てますね。でスピノサウルス、このスピノねかっこいいんですよね。真っ黒で昼はあれ黄緑だけど、で体力も高い個体なんで、これはちょっとお気に入りかもしれませんね。でかつ道中というか帰り道でオスのスピノサウルスもいたんで、ちょっとそいつもテイムしてブリーディングしてみようかなと思います。はい、まあでもとりあえずね狙いの2体がテイムできてよかったです。うん、あ、であと近いうちに夏イベントサマーバッシュだっけのイベントも来るのでね、楽しみです。うん、はい、というわけで今回はここにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。